絶対に美味しい。これはオシャンティじゃないですか。はい、どうも料理のお姉さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、特選素材を用意させていただきました。ベビースターの巨大貝ラーメン、これ皆さん食べたことありますか。これうまいんですよね。前に僕ベビースターラーメンでもんじゃ焼きとか唐揚げとかガレットとか作ったんですけども、その時に思ったのが、ものすごい用途があるお菓子だなっていう風に気づいたんですけども、開けちゃうけど、繋がった形なんですよね。切ってないやつなんですよね、これね。あ、やっぱうまいですね。今回はですね、このベビースターのどでかいラーメン、これをですね、最高に美味しく食べるやり方を見つけましたんで、今からやっていきたいと思います。まずは調味料をね、用意していきます。容器に氷を入れていきます。はい、このウイスキーをですね、適量注ぎます。はい、ベビースタードデカイラーメンを一番美味しく食べれるですね、奇跡の調味料が完成しました。味見が大事ですから。あー、このザクザクとした食感楽しみながら、うーまっ、味付けがね、ちょうどいいんだこれ。うん、あー、栄養つまみになる。うん、ハイボールで流す。あ、ということでですね、こちらが私が見つけたベビースタードデカイラーメンの最高に美味しく食べれる食べ方でございます。ぜひ皆さんやってみてください。今日何するんだっけ。これが一番美味しい食べ方だから。でかいラーメンがうまいから、もうこれでうまい。僕が手を下す人はない。いっぱいなんかズーム越しに見られてますけど、はい、実はこれで終わりでいいんすか。これずっとハイボール飲んでよこの動画ダメっすか。ただでさえうまい、そのままポリポリ食べるのが一番美味しい。ただですね、もしかしたら味変したくなると皆さん思うと思うので、今回はですね、ベビースターどれでかいラーメンに一番合うですね、ソース、超簡単に作っていきたいと思いますんで、作っていこうかもうこのまま飲んでたいけどね。じゃあやりますか。はい、じゃあやっていきます。リュウジのバズレシピ。今回作りますのはですね、どでかいラーメンに非常に合うですね、世界一簡単なタルタルソースです。はい、ベビースターどでかいラーメンのいいところっていうのは、やっぱ開けてすぐ食べれるところじゃないですか。なので、もう極力簡単に作れるタルタルソースを考えました。これがね、どでかいラーメンにめちゃめちゃ合うんですよ。やっていきたいと思います。どでかいラーメンつまみながらやってくださいね。楽しいのでね。この耐熱容器、卵ね、僕が使ってる L サイズ卵なんですけども、一つ割り入れます。本来はゆで卵を作るんですけども、今回はですね、簡易的に素早く作るんで、これをですね、卵黄、これ、ね、潰すんですね。卵黄が残っていると卵黄がね、爆発しちゃうんですよね。で、1分10秒から1分20秒電子レンジ、この状態でかけちゃいますね。注意していただきたいのは、この卵黄を全部混ぜないことですね。タルタルソースってゆで卵なんで、白身と黄身が分かれてますよね。なので白身と黄身が分かれているような感じにしていきます。潰してちょっとほぐしたらそのままで、これで電子レンジ、はい、1分10秒やりましょうか。あと10秒やります。温めてる途中にパンパンってなると思うんですけど、気にしないでください。あと10秒ね。1分10秒プラス10秒プラス10秒やりました。はい、こんな感じで固まるんですね。蒸してください。切るようにね、お湯を沸かしてから煮るのと、電子レンジで割ってから作るのだと、時短の時間がね、段違いでございます。できれば卵もよく崩した方がいい。できたらでいいです。できたらなんかこういうもので崩した方がいいですね。ほら、こんなにね、粒子細かくなりました。まずね、マヨネーズ、これね、大さじ3、結構ね、入れていきます。はい、ケチャップです。タルタルソースのケチャップってあんまり皆さん入れないと思うんですけども、このね、甘みと酸味、うまみがですね、ケチャップで詰まってるので、小さじに入れるとかなり味が引き締まるんです。お砂糖1つまみ、ち
ちょっとね甘みがあった方がタルタルソースって美味しいので、もし甘めがいい方は2つまみぐらいしても大丈夫です。黒胡椒、黒胡椒はね、まあお酒飲みの方だったら結構入れちゃっていいです。はい、本来はですねタルタルソースを作る時にお塩を結構入れるんですけども、今回はねどでかいラーメンがパンチのある味付けになってますので、お塩入れない、こう揚げ物とかに使いたいなとか、お塩入れてくださいね。少し味見してみます。うぅ、今回ねあえて玉ねぎとか入れてますよ。でこれで完成ですよ。超簡単でしょ。世界一簡単ですからこのタルタルソース。今回はですねちょっとおしゃれに大皿と小皿を用意しました。はい、入れていきます。あーこれは絶対大においしい。これはパセリ、はい、ね、まあこう周りにパラパラっと盛り付けますね。オーシャンティーじゃないですか。世界一簡単なタルタルソース with ベビースタードレカイラーメンでございます。ビールも用意しましたんで、いただきたいと思います。いただきます。このどでかいラーメンね、めちゃめちゃねディップがすくいやすい形状になってるんですね。これがいいんですよ。じゃあ、めっちゃめちゃうまい。チキンやちとタルタルソースが合わさることによってチキン南蛮味みたいな感じになるんですよね。めちゃめちゃ合いますよ。ずっと食ってた。こんなにお酒に合うとはな。ちょい足し講座やっていきたいと思います。ホットソースをちょっとかけます。あ、これだわ。うまいね。マジチキン南蛮味。そういうことで皆さんぜひ僕と一緒に楽しみましょう。